動画の視聴ありがとうございます、えー、ここでは私は担当するタクターゲット攻略講座こちらのコンセプト内容について説明をしていこうと思いますこちらどんなコンセプトなのかといったらざっくりとこういう感じになりますちょっと具体的に言いましょうなぜ勉強をしているのに基準点合格点いかないのか 基準点までなんでいかないのかというと大きく言うと二つの理由があると思います。メリハリのない学習になっている。あとアウトプット偏重、アウトプットに強く偏っちゃってる。一つちょっと説明します。まずはメリハリのない学習です。これがすべての学問分野と思ってください。例えば民法全部がこれだと思ってください。 でも民法を全部といっても全部が全部出るわけじゃありませんよく出る部分もあればまあそんな出ないよねと,という部分もありますこちら往々にして基準点にいかない方に多いのが全部を同じ力感でやっちゃうんですよ出るところも出にくいところも同じ力感でやっちゃうんですそれじゃ成績は伸びませんよ そこで皆さんに強調したいのはまず出やすいところをしっかり潰しましょうということなんですメリハリをつけて出やすいところをしっかり潰しましょうでは次なぜ急に点いかないかとその理由としてはアウトプット変調というのがありますというのが特に直前期問題を解く点が上がっていく このまま問題演習をすると合格までいくんじゃないかとそう思うんですが大体の方が頭打ちになるもしくはむしろ点が下がるこの理由はね解いたものは解けるでも解いてないものは解けないっなっちゃうんです A は B である。 それははわかる A B ではない、うん、もうこれかなり極論なんですが解いた問題は解けるけど解いたことがないもしくはちょっとでも表現変えるだけで「うん」ってなってしまうこれがアウトプット学習の怖いとこなんです。はははいそこでやはり必要になるのは インプットの作業なんですインプットの作業でもこれだけじゃ入ってるかどうかわからないなのでアウトプットインとアウトやはり両方やるべきなんですはいはいで、こういったことでこのコンセプトは出題されやすい論点について アウトとインをちゃんとやっていこう。これがこの卓越ターゲットのコンセプトと思ってください。では、これをやるための具体的な方策を説明します。一つ目、ポイント一、インとアウトを一挙にできるテキスト。テキストは左、右、右開きで一つのまとまりにしています。左肩は 丸ルバツ形式の足別問題になってます。で、右は、この足別問題が解ける、ための、表が入ってます。で、実際のテキスト見本、見てもらうと分かるんですが。この、右側のページの方には星1、星一、星二、星三、星四と、星の番号がついてます。具体的に言うと、こっちの番号、三番を間違えたら、こちらで星の三を探す。あ、自分、この知識が入ってないんだな。 どの問題、どの知識がいるか、これが分かるようにリンクが貼ってあります。はい、で、狙ったことは何かというと、学習の効率化です。まず、効率化の一つは、今みたいにインとアウトが一体になっているということです。 いろんなメリットがあります知識と演習が完全にリンクしているこれによって左を解いて右で覚えるこれもできるしまた逆右で覚えてすぐに左で実践するこういうこともできます一冊になっているってことによってとにかく学習の効率が 測れますまた載せた問題も私がすべて厳選しています過去問の中でもこれは繰り返すべきだといった過去問に限定していますまた当連問題当連問題の中でもこれはやっとくべきだといったものを各年度の当連全部見てチョイスして入れています また予想問題も厳選して入れてます。これによって一つの教材に集中して学習できます。講義本体でも言います。6月に入るまでは過去問集も使わなくていい。とにかくこの一冊にすべて集約してほしいと。とにかく効率よくできるように心がけてます。 またこちらの効率面というのは右側の方についても同じなんです三、インプットは論点ベースに図表中心掲載する文章ではなく見やすい図表形式にしています図表にしている文章ではないやはりこれというのはまあ文章ちょっとねやはり無駄な部分があるかもしれません結論部分がしっかり載っているもので無駄を省いた学習ができます こだわったものもっとこだわったのは記憶を定着させることですそのための手法としてはやはり問題を解くことなんです。解いた上で説明をします。じゃあこの問題やってみてくださいどうぞというふうに講義内で演習をします。でその上でじゃあ右のページの表を見ていこうかと,というふうに説明をしていきます。 そのため、こういうことが可能になるのです。問題解くでしょ。解いて、あ、間違えてる。あ、これってる。間違えてる。あ、合ってる合ってる。あ、間違えこの表だと、こことこことここか。よし、ここはしっかり聞くぞと。どこをしっかり聞くべきか。どこを記憶すべきかが、明確になります。また、 インプットとアウトプットが一体になってるこれも記憶の定着に強く影響します問題を解いて1回講義で説明を聞いて1回うちに帰ってもう1回解く1回の講義プラス復習で3回当たっていけば記憶だいぶ違ってますよ はい、そして講義は結論だけを言う講義ではありません大本の考え方一個一個の知識の理由そういうのにこだわった講義を展開していきますなので「血圧は結論を押し付ける」という内容じゃありません印象深く知識をスッと入れるようそういったことができるような講義になっています そして最後ですがこちらの科目この、えー、講座ですが全科目を一気に配信しますえー、これ、えー、と2022年に収録したもの2023年対策として2022年に収録したもの2023年対策として取ったものを一気にすべて公開しますだからお一人一人のニーズに合わせられます ああ自分会社法苦手だから今から会社法やりたいんだよなあああ会社法配信まだとかとはなりませんもう会社法もすぐに配信になりますのですぐ見れます自分の弱いところ強くしたいところいきなりそこから聞けますただもちろんです2022年に収録していて2023年用の講座です改正等ももちろんありますがそこはちゃんと対応する講義また 本試験傾向に合わせた特別講義も実施しますその点はご安心ください具体的には民法などであれば着室関係に大きな改正がされますテキストを使ってこの問題とこの問題とこの問題はもう改正で意味がなくなるからやらなくていいよといったように個別具体的な指示をしていこうと思っています 以上が私は担当すす。るターゲット攻略講講座といい。うものになりますぜひ一度講義を体験してみてみくださいこの講義を体験してもらうと今言ったコンセプトあなるほどこういう感じなのかと,というのが分かると思いますまたこの「お試しウェブ」というものを受講していただければ自分がついてこれるかどうかも分かりますまた2番講義を聞き終わる左の問題を解くどれぐらい時間かかるかなと。 そういった一回の講義、それに関わる時間というのも予想できます。なのでぜひこのお試しウェブ利用してみてください。まだまだいろいろお話したいことはあります。ただこちらの方はいろいろなガイダンス等でも説明してきますので、ぜひそういったガイダンス等も見てやってください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。